皆さんこんにちは、プロレスアカデミーの吉村です。徳永です。飯沼です。さあ今回なんですけど、はい、前回に引き続き私立 VS 公立大学受験に有利な高校はどっち、はい、ってことで、はい、今回もまあディベートではないんですけど、まあ、お互いにこう私立派と公立派に分かれてもらって、はい、それぞれいいところを話し合ってもらって、まあ、見てる受験生はおのおの参考にいても入っちゃってるんであれかもしれないですけど、いいところ生かしたり、もしくは親御さんとか中学生の人とか、小学生の人もいろいろいるでしょうから、はい、参考にしてほしいと思いますね。はい、はい、じゃあ今回どっちからいきますか。もう思うから前がすんごい来たもん。俺が最初と恋愛をちょっと言ったら、いやいやいいみたいな逆転裁判かも。萌え先生の私立派ですね。はい、はい、の方からお願いします。はい、じゃあ私実際中高私立やったんで私立派っていうことで、まず一つ目、先取りができます。私立出た出ました、先取りね。はい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 、はい、早い間中高一貫校とかやったらもう、高1とかで一通り終える学校もあるし、そしたら残り2年間はもう一周したり、もっと応用のことしたり、密度が濃くなるじゃないですか。はい、どうですか。一個目でそれちょっと腹立つ、うん、どうですか。まあまあまあ、どのレベル目指すかにもよりますけど、先取りだけが正義じゃないと思う派です。あ、なるほど。結局本当に分かって先取りをやってる人はいいとは思うんですけど、多くの中高一貫の受験生って、先取りさせられるわけやんか、自分の意思じゃなくて、学校の場合って先取りさせられるとすんごい広く浅く、とりあえずスピード進むの早いなみたいな、で身につかない、じゃあもうとりあえず勉強し終わったね、履修し終わったね、入試対策って言われても結局分かんなくて、自分で数学やったらなんかベクトルなり戻らないとかあかんし、単語やったら、じゃあ英語やったらなんか文法の習得に戻らないとかあかんしってなるから、先取りが、絶対いいとは思わない、思わないというか、むしろ高校から私立に入った人はまた話は別になってくるかもしれないけど、高校からで公立高校に入った人だったら、むしろその高校入試をちゃんと自分で突破してる分、3年間で受験までのなんていうのね、ロードマップみたいなのを組み立てやすいんかなと思います。思います。でもなんかよくやっぱ受験相談でもあるのが、公立高校で、受験までに受験範囲が終わらないですっていうのが、ありますね。理科社会とか多いですね、そういうのは。ほんまにセンター試験の、ほんまに1週間前でちょうどやっと終わりましたとか、でそのやっぱ最後の範囲って、そんな出る頻度は少ないんですけど、センターとかで、最終問題で大問バーンって出ることもあるじゃないですか、センター共通ですか、共通ごめんなさい、あるじゃないですか、でそこでやっぱりあんま学習できてないと、やっぱ他の子たちと差ついちゃうし、私立の子たちはやっぱ最後までちゃんと終わりきって、最後の物理やったら原子とかの範囲も結構ちゃんと学習できてるから、学習できてるから、やっぱりそこで差がつくっていうのはあるじゃないですか。そこはどうなんですか、効率としては。置いといて。きました。それ置いといて、それも仕方ないよ、みんなブーブー言うよ、先生たちもむすまんってなってるよ、でもそんなそこ攻めても意味ない。なるほど、そういうもんです、攻めないでください。しょうがないですね。そう、しょうがない。その特性の話言われても、それは不利ですよ、不利ですけど、不利ですけど、なんかその時間ないやん、基本公立の3年間って、その分密度濃くなんじゃないかという説があります。ああ、なるほど。やっぱ中高一貫でなんかだれる子多いなというか、だれる期間長い、はいはいはい、改正とか名門行っててもやっぱ聞くし、すごいその低空飛行になる時期があるみたいなのはやっぱり聞いて、そこから浮上できたらいいけど、できない危険性もやっぱあるよねっていう、その小学校と同じ期間分あるわけやんか、66でどうなんだろうって思います。お、萌え先生どうですか。確かにかも。慣れてますね。正直私も慣れてました。なんか早く終わってることに安心感あるから、はい逆に公立の子たちって追いつきのこのスピードがすごい、後半の伸びとかね、後半のその伸び、世話しないからね、公立そうだから、結局追い抜かれるかも、同じレベルまで最後はやっぱり来てる場合が多いから、ぶっちゃけそうやな、ね。おかしいですか。まだです、まだまだ。でも先取りできるが裏目に出たと。もう一つ
つあります、はい、私立はやっぱり塾レベルと同じ授業してくれる、やっぱ質が高い、雇うからね、はいはいはい、雇うから、うん、最近やったらもう全然塾行かなくても学校だけで全部終わらせて、うん、言ってたね、あれなんか言ってて自信ないんや自信ないんや、え、実際塾にみんな行ってなかったんですか、めっちゃ重い、見てた、見てないけど見てる見てる、めちゃめちゃ、でも正直どうなんやね、うん、その学校の授業自体を、うん、まあ、私立だろうが公立だろうがどれぐらいの人が聞いてるのかっていうのはあるよね、うん、その、うん、もうなんか超難関校とかで、うん、私立だったらまあ関東の御三家とかになってくると、うん、もうなんかほぼ聞いてないみたいに聞くやんか、うんうんうん、学校の授業はもうむしろ休憩で、はいはい、塾が本番、哲学が本番とか、うんうん、でも中堅私立ぐらいだったらどうなるね、ぶっちゃけでいいですか、うん、いい先生は確かに多かったですけど、いい先生っていうのもそれはいい大学を出てる先生、うん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 、多いけど、いい授業してくれるかって言ったら、それはよう分かる、うん、公立高校でも、なんか正直伝統あるところは何年この先生おんのみたいなのおったうち、ほんまあかんねん、あれ問題なんですか、本当は公立高校は任期があるから、うんうん、絶対その何年かごとに移らなあかんねんけど、うん、2、30年ずっといますみたいな、うん、いますね、ずっとこの人いるなんで、そう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 、なんかちょっと揉めてたね、高校生の頃話ずれるけど、うん、まあ授業の質はあるんでしょうね、やっぱりお金を公立高校の先生よりこれぐらいでって提示されて、いい人は引き抜かれたりしてるやろうから、うんうん、それはいいでしょう、ただまあ授業じゃないよねっていう、うん、はい、あ、ちょっと萌えが認めてるから、ね、ディベートがちょっと弱い可能性、じゃあもう一つ、もう一つ、まだまだ、環境がいいっていうのはありますね、環境は確かにこれそうですね、トイレ切れたことそれもあるあの空調整備とか、いや、いいな、それはいいわ赤本の質とか、赤本の質綺麗かどうかってこと、いや、赤本、品揃え、品揃え、うん、よかったり、あと進路相談めっちゃちゃんと載ってくれたり、はいはいはい、あとはやっぱ指定校推薦とかが多いとか、うーん、まあ、公立もそういう高校多いかもしれないですけど、同じ志望校目指す子がやっぱりある程度層が一定じゃないですか、うんうんうん、まあ、それはそのための入試だからね、公立もそうだね、公立もそうだね、そう、うち、ん、そうじゃなくて最後は言わない、赤本の質、赤本の質、赤本の質、はい、うん、品揃え、品揃えがいい、そうか、品揃え、まあまあ買うしな品揃え買う、いやでもなんかね、公立の自主性育つ感じは好きなんよ、はいはいはい、なんかガッチガチじゃないなっていうのが、まあ個人的に自分の教育観でやってるだけなんやけど、うん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 、ある程度その自分で決めろよってされてた方が、うん、なんか一個一個の選択に重みが出るというか、あ、やる意義が生まれるというか、うんうん、っていう人が大学行ってから伸びしろあるんじゃないかなって思う、うんうん、私立がダメとかじゃないんだけど、うんうん、私立の中高一貫にまさに今行ってますみたいな人は、うん、その公立高校の人ってまあこんだけ最後の方の密度で追い上げてくることとか、うんうんうん、中3とか今もし中3とかですんごいだらけてるんやったら、うん、高校から入ってくる子たちは今めっちゃ勉強してるんやぞっていうのも分かっといてほしいって思いますね、うんうん、それを理解してちゃんとその中学入った段階で大学受験までの対策をふわーって進めれる人は強いやろうし、そうできる人が中高一貫に行くんやったらもちろん一番強いとは思います、うんうんうん、今回萌え先生弱いですね、もういい、はい、萌え先生もういいですか、うん、もちろん私立の方がね、僕は公立だったらいいとこは多分いっぱいあると思ってて、うん、まあ、環境がいいとかそのサポート面がいいのは、うん、まあ、公立にはない魅力ですよね、そのちょっと塾っぽいことというか、ボロかったしね、そうですね、トイレは汚いし廊下も汚いし、それはボロか、それは私立綺麗と思ってたよ、うん、高校練習試合とかで行くために、うん、なんこんな綺麗なみたいな、まあでも音質ですよね、ほんまに音質育ちとかよくやれます、うん、そう、なんかさ、温室育ちになっちゃうと良くないよな、うん、でも手取り足取りなんで全部、うんうんうん、か先生がここ受けたいですって言ったら、うん、もう先生が受験情報全部集めてくる、一人の子のために、全然あるから執事やん、確かに今考えたらそう、もう言ってたことそんな感じだったやん、そうですね、先生がここ受けたいですって言ったら、じゃあちょっと情報集めてみるわとか、向こうの大学の先生にちょっと掛け合ってくれたりとかありましたね、どっち派
どっち側の話してる。でも結局やっぱりずっと私立行ってきて、うん、どう思うの、うん、個人の意見として、うん、でも私がもし子供できたなら私立入れないです、うん、絶対入れない。そうなんや。だっておうち育ちになって、うん、あ、なんかあったんや困ったことが。自分の意見がちゃんとしないです。なんか結局やっぱ公立の子ってやっぱり自分のなんか意思で進んできてる感がすごくあって、うん、はいはいはい、全部自分で決めてる感覚、うん、友達とかでもいいんですけど、うん、私はこうするからこうする、うんうんうん、なんか全部そういう考えな感じがして、でも萌は全部あもういいやみたいな、なんか言ってそう、うん、うん、みたいな、そっちで中華かっこいい、意思のある自分になりたかったなっていうのがあって、もう一回生まれ変わるのが効率ですかね。あ、そうなんや。なるほど。でもあくまで大学受験に有利なのはで言うとどっちだと思います？有利なのは私立。あ、やっぱそれ、ポテンシャルとしてはそうやろね、うん、9点医学部とかそこら辺までなると私立の方が圧倒的やんか。そうですね、やっぱり的って。ただその9点の普通の学部までとかやったら最近公立強いやんか、うん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 、だからそういうところなんやと思うね。なんかその特性分かった上で、うん、どちらにせよ活用してほしいね、うんうん、公立の人は公立の人でなんか学校行事とか残りの期間短いっていうのを逆に活かしてほしいし、部活も最後までできるやんか、私立もやらしてくれへんやんか、やらしてくれない、そうっていうのもあるから、なんか、まあ、公立で今行ってますって人はもう最大限楽しんで最大限勉強して受かったら、まあそれが一番いいやろうから頑張ってほしいし、私立でもしまあ入ってだらけてるなって人がいるんだったらちょっとピリッとしてもらえたらいいかなと思います。まあ、僕も子供ができたら私立行きたいって言ったらいいって感じかな、うん、意思があるならね、うんうん、で自分で言ったらあり、うん、だらけ出したらいや行きたいって言ったやんけって。怖っ、吉村パパ怖い。自分で決めたやんけって言えるから、うん、と思います。まあ、今からね環境変えられない人も多いと思いますけど、今ある、まあ、周りの環境を最大限生かして頑張ってもらえたらなと思います。はい。またポラリスアカデミアの受験相談では大学受験に関するお悩みを解決しております。公式 LINE 公式ホームページのリンクが概要欄にございますので、そちらからお申し込みいただけるほか、校舎でもね私との受験相談イベントやってたりとか同期講習やってたりとかしております。気になる方は概要欄見てください。まあ、ひとまずは受験相談を受けてみるというのがいいんじゃないかなと思います。3月になってからとか2月になってからとか決めてる人がいると思うんですけど、今うまくいってないことがあるんだったら今とりあえず相談してみて、まだ受験生になる前のね1年生とか2年生の人だったら余裕がある間に苦手を解消してほしいなと思いますので、ぜひお申し込みいただければと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。映ってんのそれ。映ってる。映ってるで。うん、映ってるよ、お前。こっちだけでしょ、使うのでも。いや、そうやもん。いや、そう。無理。お前、最悪。